明治安田 J1 柏21湘南第14節15日3強 F 柏パリ五輪のエース候補柏 FW 細谷正宏22にようやくの今季リーグ初得点が生まれた0対1の後半32分に同点弾をアシストすると後半追加タイムに MF 島村の右からのクロスをお腹でトラップし右足シュート 開幕から13試合無得点で苦しんだが、待望の1得点1アシストで今季初の逆転勝利と5試合ぶりとなる白星を引き寄せた。開幕から14試合目でようやく細谷に初得点が生まれた。1対1の後半追加タイム、島村の浮玉クロスを腹でトラップすると、すぐさま右足を振り抜いた。待望のエースの得点に加え、逆転弾、マオコールが巻き起こり、 細谷はゴール裏のサポーター席に飛び込みもみくちゃになった。細谷は待たせすぎちゃったので、ゴール裏に友達もいたので飛び込みましたと満面の笑みを浮かべた。開幕の京都戦で、ホームのゴール裏に向かっての PK を外した。そこから長いトンネルに入り、無得点のまま U23 アジア杯カタール大会へ、準々決勝と準決勝の勝負どころで得点が生まれ、 パリ五輪切キップ獲得に大きく貢献。あとはチームでの得点を待つばかりだった。アジア杯の後、先発復帰した東京戦も無得点。注目される中で不発が続いたが、別に、吹っ切れてチームのために走っていればいいかなと思っていると動じない気持ちを貫いた。前半は2回の決定機を外した。0対1の後半32分、シュートも打てたが、 ゴールの確率が高い FW 木下へのパスを選んだ。負けている時間帯で、外すより確実に仕留めた方がいいと思った。ストライカーのエゴを抑えてのアシスト、そして、最後に訪れたシュートチャンスをものにした。無得点の期間に、しんどいですねと本音を漏らし必ず今後につながると思っているし、つなげないといけない。ここから量産していきたいし、順位を上に上げたい。 遅れてきたエースが柏を上位に引き上げる覚悟だ。